皆さんこんにちは。少女 A で活躍した女性歌手である中森明菜さん。今回は中森明菜が紅白出場を確定した実態と、7年ぶり復帰ディナーショーで衝撃の発言や現在の年収額について紹介します。まずは中森明菜の履歴とプロフィールから紹介します。中森明菜は日本の歌手、女優、本名同じ、1982年5月1日デビュー。1980年代を代表する女性アイドル歌手であり、数多くのヒットナンバーを世に送った。アイドルの当たり年と言われた1982年のデビューで花の82年組の一人であった。またコメディエンヌとしても活動していた。奇跡の復活で多くのファンを歓喜させた歌手中森明菜が、今年の大晦日の恒例特番 NHK 紅白歌合戦に出場するのではないかとファン、芸能関係者がざわついている。明菜は2010年10月に体調不良のため芸能活動を無期限で休止すると発表。公の場に一切姿を現さなくなったが、14年の紅白にスペシャルゲストとして出演。アメリカ・ニューヨークのレコーディングスタジオと中継する形でロジョ・ティエラを歌い上げたものの、17年に行われた35周年のディナーショーを最後に再び表舞台から姿を消した。それから約5年が過ぎた12年8月、明菜はツイッターのアカウントと公式サイトを開設し、ゆっくりになってしまうと思いますが歩き出していきたいと思いますので、どうか見守っていただけると嬉しいですとメッセージを発表し、ファンを歓喜させた。イベントでは明菜が自らのことをクソババアと自虐し、朝のバラエティ番組ラビットが大好きだとも明かして、年を取ると本当に早起きになるのでしょ、9時前には寝て朝も5時半くらいに起きるんですとざっくばらんにトークをする場面もあったという。22年にツイッターアカウントと公式サイトを開設した時から明菜さんの紅白出場への期待は高まっていましたが、いよいよ今年こそ実現するのではないかと言われていますね。NHK はここに来て明菜さんを特集する番組を連発していますからね。10月3日 NHK 総合でザカバーズ中森明菜ナイトが放送され、明菜はコメントを寄せている。さらに11月7日には NHKBS でザカバーズ中森明菜ナイトスピンオフ離れ組と送る楽曲の世界も放送された。また11月8日には NHKBS で中森明菜スペシャルライブ1989リマスター版を、11月15日には中森明菜1991リマスター版の放送も予定されている。それぞれ89年4月と91年7月に開催したライブをリマスター版で届けるという内容で、必見ですよね。これほど明菜さんの特集番組を連発しているのは、やはり NHK サイドに紅白に出てもらいたいという思惑があるからではないでしょうか。昨年は11月13日に紅白出場アーティストの第一次発表がありましたが、明菜さんの伝説のライブを放送する11月15日はまさに発表日にうってつけではないでしょうか。ジャニー喜多川氏の加害問題を受け、昨年の紅白は旧ジャニーズタレントの出場がゼロとなり、視聴率も歴代ワーストを更新してしまいました。 NHK としてはスタートエンターテイメントを牽引する大人気のスノーマンには絶対に出場してもらいたいところでしょうね。同時に明菜さんにも是が非でも出てもらいたいはず。彼女が10年ぶりに出場するとなれば最大の目玉になりますし、当然数字も期待できますからね。 NHK の稲葉信夫会長は10月16日の定例会見で、被害者への補償、再発防止の取り組み、両者の経営分離が着実に行われていると判断したとし、スタート所属タレントの新規起用を同日から再開する方針を示した。これは紅白を見据えた動きではないかと見られている。レコード会社関係者はこう話す。これだけ特集番組を編成しているわけで、明菜さんはほぼ 100% 紅白に出場するだろうと言われていますね。ただ同時に、性での歌唱は 100% ないだろうと音楽関係者の間では言われています。おそらく事前に収録した VTR を流すことになるのではないでしょうか。その理由は、現在の明菜さんが多くの人がイメージするかつての明菜さんとは
大きく変わってしまったからですよね。多くの人にとっては明菜さんといえば広い音域の声を操る歌の天才というイメージでしょうが、現状は声が出しづらいようで本人も昔と同じようにはいかないと認めています。 YouTube にアップした歌唱動画がジャズバージョンなのもキーを下げざるを得ないからですよね。ジャズバージョンでの歌唱になったのは明菜自身がもう声が出ないと言ったからだと4月25日発売の週刊文春が報じていた。しかし7月に都内で行われたファンクラブ限定イベントでは約1時間にわたってファンの前で歌声を披露したのだが、チケットの価格は約8万円でしたからね。熱烈なファンが集結したわけです。これまでずっと応援していたファンなら今の明菜さんの歌声でも納得できるのではないでしょうか。明菜さんが復活したこと、彼女を生で見られる時点で十分感慨深いでしょうからね。ただ紅白は全国海外からも見られる1年で最も注目を集める歌の祭典です。多くの視聴者は今の明菜さんの歌声に違和感を抱いてしまう可能性があるわけです。視聴者の多くは体調不良で活動休止したことを知っていて、ここまでの経緯もなんとなく分かっていてもやはり昔の明菜じゃないんだねとなってしまうのではないでしょうか。ですので明菜さんサイドに生で歌うメリットはないとも言える。そのため NHK ホールでの聖歌唱やリアルタイムで中継をつなぐのではなく、事前に収録した VTR での出演になるのではないかと見られているんです。それだと多少の修正は可能でしょうからね。近年事前に収録した VTR で紅白に出演するアーティストも少なくない。23年は女性 K-POP グループニュージーンズが事前収録での出演となった。紅白でも VTR 出演 OK の風潮ができつつあり、これが逆に明菜さんの出場を後押しすることになるのではないかとも言われています。一方で今回出場が有力視されていた目玉アーティストとの交渉が難航しているのではないかとも聞こえてきているんです。2年連続で紅白司会に抜擢された橋本環奈さんがヒロインを務める NHK 連続テレビ小説おむすびの主題歌イルミネーションを手掛けるビーズの初出場に期待が高まっていて、出場確定と報じる記事も出ています。ただ最新の情勢的ではおそらく出場はないとなっていると言いますね。またスノーマン出場も怪しくなってきている情勢で、目玉アーティスト不足になる可能性が高そうなんです。ですので NHK としては明菜さんに出てもらわないと紅白が目玉なしの非常にまずいことになりそうだと、昨年の視聴率はアストを受け、制作サイドにはかなり焦りがあるはずですから、 VTR でも何でもいいから明菜さんに出てもらう、そのために今明菜さんを猛プッシュしているのではないでしょうか。目玉アーティストの出場危機が言われる中、明菜は10年ぶりに紅白出場で多くのファンを魅了することになるか。中森明菜の収入年収は推定1万6494万円です。中森明菜さんは自分で作品を持たないアイドル歌手です。80年代はオリコン上位を独占するほどに活躍していたため、億を超える高収入を得ていたことで有名です。デビュー翌年の1982年に国内トップセールスアーティストランキングで1位に輝くと、84年は2位、1985年から1987年まで3年連続で1位に輝いています。2回目の1位を獲得したことでようやく高額納税ランキングに登場、以降は4年連続でランクインしています。当時の推定年収は約1.15億円です。中森さんの場合、その歌唱力の高さから伝説の歌姫とも言われていましたので、収入の配分面で有利に働いたのかもしれません。中森明菜さんの現在の収入は億に到達するのではないかと予想されています。芸能活動していないにもかかわらず、アイドル時代に大ヒットした楽曲のロイヤルティやコンサートやイベント出演などが収入に寄与していると考えられます。近年は開催されていませんが、過去にはディナーショーも大きな収入源となっていたようです。中森さんのディナーショーは高額ながらもチケットが困難なため人気があるとされています。ディナーショーだけで億超えと報道されることもあるので稼ぎが良いのでしょう。またファンクラブの年会費が7000円と高額ですが、
会員数5万人以上いるそうで、まだまだ人気があることがわかります。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。